今日もね、マチカフェ、たくさんの方のお運びありがとうございます。ありがとうございます。この、マチカフェ全体もだいぶ佳境に入ってまいりましたが、はい、まだまだ最後まで突っ走っていきますよ、いきますよ、はい。またここでちょっと中盤で盛り上げていけたらと思うんですけどね、はい。我々、先ほどご紹介いただきましたけれども、はい、お父もそう妻もそう相模の風ザ・ネオさんと申します。この始まり方は吉本かと思った方もいるかもしれませんが、お笑いじゃありません。お笑いじゃありませんよ。僕は松竹芸能希望でございます。ミュージシャンだって言ってるのに、ミュージシャンなんですけどね、今日はトークできますよ。トークできますよ、はい。これは私たちのおしゃべりが面白いとかそういうことで買っていただいたっていうことと思ってよろしいですか。思ってよろしいですか。わかりました。はい、はい、じゃあ最初のね、この2回目のステージは、はい、何のお話からいきましょうかね。そうですね、前回とか午前中にね、今回持ってきた商品のお話をしたんですけれども、はい、食べ物ね、美味しい食べ物ありますよって言ったらね、もうほとんど完売ですよ。完売ですよ、ね、もう紹介するものがございませんというわけでね、そんなことないですよ、まだいっぱいありますけれどもね。今回はですね、ひまわりについてちょっとお話をしたいなと。ひまわりですか。はい、ひまわりはどういうひまわりですか。ひまわりはあの咲いてるひまわりでしょ。あの咲いてるひまわり、はい、はい、実はですね、石巻の方でですね、はい、被害が大きかった、大川小学校でね、お子さんがたくさん亡くなられてしまいましたが、そちらのお母さんたちが育てたひまわり、はい、大きく育ちました。花が咲きまして種が取れました。その種をね、思いのある方に育ててもらいたいということで、種つなぎ、全国の人に種をお渡しして、その花を咲かせようという活動をしています。そのね、ひまわりです。はい、そのひまわり、そのひまわりをですね、私たちもちょっとお預かりをいたしまして、私たち今 FM 大和でこんなね、こんな感じで喋った番組を、漫才崩れな、はい、番組をやってるんですけども、そのラジオを聞いてくださった町田の、はい、藤野台団地の花の会という方が、私たちも育てたいですと言ってくださいまして、ね、わざわざ声をかけてくださった。そうなんです。それでね、すごい大きな、びっくりしましたね、うん、私たちより全然大きい、すごい大きなひまわりに育ててくれました。2メートルぐらいまで育っちゃったんですよ、そうなんです。町田のね、藤野台団地なんです。はい、町田のね、この思いが詰まった感じでございましたけどね、はい。でまた嬉しいことに、はい、そのね、我々を中継地点として、うん、はい、例えばここからですね、はい、去年台風被害とかがあった、はい、熊本の阿蘇とかにもそのひまわりの種を送らせていただいたんですね、はい、そこでも咲いたらしいじゃないですか。そうなんです。阿蘇の方でもね、熊本の皆さんを笑顔にしたいという活動をしてまして、ひまわり大作戦というのをちょうどやっていたので、はい、じゃあぜひ石巻の種も咲かせてくださいということで持って行っていただきました、ね、そちらもすごいいっぱい咲きまして、うん、そちらもね、小学生から中学生から大学生からね、近所の大人の方までみんな揃って力を合わせてひまわりの花を咲かせてくれました、はい、はい、その様子がね、なんと27番ブースで写真が飾ってあります、展示してありますので、はい、もうすぐここからと目の前です。27番ブースの方で時間あったら見ていただきたいです、ね、もちろんそれだけでなく、北海道から熊本まで本当にたくさんのひまわりがね、全国で石巻から発信されたひまわりが咲きまして、それも全部飾ってありますので、はい、ね、それもぜひ見ていっていただければと思います。じゃあこの辺でですね、今このひまわりの話をした、そのひまわりをね、つなぐことを僕たちとそのひまわりをつないでくださった、はい、張本人をですね、ちょっとこちらのステージにお招きして、お話を伺いたいと思います。チーム町田希望、高田智美さんです。ステージへどうぞ。お願いします。チーム町田希望の高田です。震災直後から、石巻に入らせていただいて、現地の方と一緒に支援応援をやってきました。今日お集まりくださいましてありがとうございます。じゃあね、いろいろとお話を伺いたいと思いますけれども、まず最初にそのひまわりのね、もうちょっと今日は本当に、
活動を後輩紹介したいところなんですけど、まあ、時間がちょっとあれなんで、ひまわりのことに絞ってお話を伺いたいと思うんですけども、はい、その最初のきっかけっていうのはどんな形だったんですか？最初のひまわりのきっかけは、はい、岡小学校のお母さんと出会いまして、震災直後に塩水がいっぱい吸い込んだ土にひまわりを植え始めたんです。で、植えるかどうか分かんなかったんですけれども、はい、亡くされたお母さんたちが子どもの道しるべと迷子にならないようにとチャレンジしまして、迷子にならないようにっていうそういう意味合いがあったんですね。意味合いになりました、はい、それで、すみません、それで、じゃあ私たちも見事に咲いたんですね、それで、で、じゃあ種をつないで、あの3月11日を私たちも忘れないようにしていきたいなと思って、種つなぎを始めました。なるほど、はい、それがきっかけで、インターネットとかブログでアップをしましたところ、はい、北は北海道、南は沖縄まで、もう今も現在全国にそういう思いを持ってつながっています。じゃあ、まあ、最初の種が、というか最初の花が実ったのがおそらく2011年の、まあ、夏以降からだと思うんですけれども、そういうことをお知らせし始めて、その広がり始めるまでというのは結構時間かかりました？それとも割とあっという間でした？2年目の時に、はい、実を言いますと宮城テレビさんで、私たちが種まきの様子を取材に来られまして、お母さんたちと、それから皆さんがブログを検索していただいて、ひまわりの問い合わせが増えたんですね。なるほどね、はい、でそれで少しずつあちらこちらに送ってきて、ひまわりをその育てるっていうことももちろん大事だと思うんですけど、さっきお話の中に出てきたその、まあ、我々ここに住んでる人間っていうのは多分直接的な被害を受けられた方がそんなにいないと思うんですよ。で、忘れないってことですか？そう、忘れちゃいけない。それ一番多分簡単にできることなんだけど、でもそう思わないとなかなかできないことですよね。そうですね、でもやっぱり311の時にやっぱり町田市でもガソリンスタンドが閉鎖したりとか、大渋滞というか、大行列でしたね。行列になったり、スーパーでもトイレットペーパーなかったり、皆さん多分すごく不安な思いをしたと思うんですね。なぜトイレットペーパーなくなるかなって感じもありましたけどね。一番トイレが困るからなんです、ね、そうですよね。ですのでやっぱりそれを教訓に忘れないように、はい、日々の防災と備蓄を心がけていただいて、お子さんとかお年寄りとかお体が不自由な方とか、やっぱり命を、ね、大切な命が失わないようにしてほしいと思います。そういうことを心がけるっていうのは当然自分自身もそうですけれど、まず自分の一番近くにいる大事な人を守るために必要ですね。まず自分を守っていただいて、はい、次は自分の次に大事な方、ご主人であったり兄弟であったりお子さんだったりお孫さんであったり、または道でね出会った人がたまたま一緒に被災する場合もありますから。そうですよね、もうとにかくその時一番近くにいる人を一人でもっていうことは大きいですよね。だから東北の方は、もう自分たちだけでもこういう声がもういっぱいだっておっしゃってるんですね。だから教訓を生かしてもらいたいっていう発信も、ひまわりを通してやらせていただいてます。なるほど。じゃあそのね、そういう祈りというか、意味合いも込めたひまわりなんですけれども、まあ、ここから先そういう大きな災害ってまたこの町田とか東京でも起こる可能性あるじゃないですか、まあ、そういうことに対して その備えとして、その最初に心がけた方がいいこと、気をつけた方が、気にかけた方がいいようなこと、何があるんでしょう？そうですね、まず自分の周りの状況をよく見て、それで知らない人たち、例えば今ここであったら知り合いがいませんよね、だからやっぱり協力をすること、まず慌てず、それから頼れそうな人を捕まえることです。あ、それ大事ですね。それ本当大事です。でそれも本能の力ですからね。で明確に私は何が困ってるっていうことを、例えば足が悪くて歩けませんとか目が悪いですとか
例えばもう何でもいいんですね、太ってて走れませんっていう方もあの神戸の時はいらっしゃいましたし、とにかく自分が何が困ってるか助けてくださいって、もう目の前にいると目見て話してくださいまあでもね、そこでやっぱりつまんない目とかがあったりするとまた大変なことですからね。じゃあ、あとそのやっぱりそういう大きな災害とかが起きると、その、まあ、悲しい差がではあると思うんですけど、そういうのが起きないと例えば自分家に防災グッズがちゃんとあるかなとかってチェックしないような、そういうところってあると思うんですけど、でまた今日ねこの話を聞いたのを機にもう一回ご自分のご自宅の、防災グッズとかをチェックしていただきたいと思うんですけど、まあね、そういうのに入っているのは全部大切だと思うんですけど、特にこれ絶対チェックしときよってのは何でしょう。まずですね、一番困るのがあの水道、ライフライン、はい、電気はまあ昼になればあのお日様上がりますから動くことができますが、トイレの問題が一番大変なんです。トイレ、はい、はい、ですのであの、まあ、家に紙おむつ、履くパンツ、はい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 、それからペットシーツ、それから新聞紙、あ、新聞紙結構汎用性高いですよね、はい、そういったものがあのいざという時に本当にトイレが使えなくなった時、はい、に役立ちます。わかりました。これを覚えておくだけでもね、今日はもう。でもしあの給水管が無事で断水だけした場合はどうするかというと、お風呂の水をなるべく抜かないでいただきたいんですね。なるほどね、はい、もう何かと使いますよね。そうなんです。それでお風呂の水で缶詰を温めることもできますし、あのレトルトパックのものだったら温められる。なるほど。じゃあ使い道が多いということで、飲料水、飲み水が一番貴重になりますので、はい、あのお米を研いだりっていうのにはもう使えないんですね、もったいなくて。そうですね。じゃあ今ここで聞いたその水のね大事さを頭に入れてお帰りいただければと思います。はい、じゃあね、またこれを機にそういうことを少しずつでもまた意識して、はい、少しでももしそういうことが起きた時にね、はい、ね、いい方にみんな行くように。やっぱり防災に強い街づくりを皆さんが心がけていただくことで、はい、あの東北の震災の忘れない思いの一つになりますの で、 そ, うです、ね、それもあのボランティア活動の一つになります。ここからも僕らができるのはね、忘れないことですから、それは心がけていきたいと思います。どうもありがとうございました。